はい、皆さんこんにちは。私ペペリアと申します。よろしくお願いいたします。今回もですね、前回に引き続き静岡県金魚品評大会の様子をご紹介させていただきたいなというふうに思っております。今その大会で総合優勝親の部で、農林水産大臣賞を受賞されました朱文金でございます。もう見るからに優雅ですよね。余裕を感じますね。前回の動画はですね、総合優勝の搭載と親の部両方とも一本の動画にまとめてですねご覧いただきましたが、今回はですね品種ごとに優勝した部門優勝というのをですね、ご覧いただきたいなというふうに思っております。今ご覧いただいているのが総合搭載の部で総合優勝したオランダになりますね。なので、これはですね、部門優勝してオランダの部で優勝して、さらに総合で品種を超えて1位になった魚ですね。で、部門優勝した魚たちもですね、素晴らしい魚たちなので、ぜひご覧ください。もう本当に品種ごとのトップなので、参考になることが本当に多いですね。ちなみにこのチャンネルは、これから金魚を飼いたい方、金魚を飼い始めたばかりの方、もうちょっと掘り下げた金魚の話や、私が大好きな東錦の動画をご紹介させていただいてますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいなというふうに思っておりますし、せっかくの機会なので、このタイミングでですね、いいねだけでも押していただけると励みになります。次回ぜひ参加してみたいなと思っている方がいらっしゃるとすれば、ちょっとご説明ということで、この多くの洗面器、品種ごとに並んでるんですよね。これは親の部の和菌ですね、だけでこうやって並べられて、今これ進化ありまして、その他のオランダ型の部ですね。で、今ちょっと画面の中央上を見てていただくとですね、オレンジ色のピンポン玉がポチャンと今入れられたと思うんですけれども、これはですね、今入賞魚を選んでる最中なんですよね、審査員の方々が。なのでオレンジ色のピンポン玉が入ったのが入賞決定です。で、実は私のですね、これ左側の列の向こう側ですね、が実は私の魚で、今入賞は決定したということで、で今これがですね部門優勝を選んでる最中なんですよね。なのでこの入賞魚、ピンポン玉の魚の中から1位はどれですかというのを今審査員が見てるという感じですね。結構ドキドキしてます私、この場で選んでとか思ってますね。この瞬間にですね、惜しくも私の魚は、部門優勝は取れなかったということなんですけど、まあでもこういう感じでですね、入賞の魚が決まり、部門優勝の魚が決まり、で部門優勝の魚たちがまた集められて総合優勝が選ばれるっていう感じですね。こちらがですね、私がドキドキしながら一瞬でも夢を見せてくれた東錦で本当にありがとうという感じなんですが、結果的にですね、部門優勝に選ばれた、東のローズテール、これはですね、総合の5席にも選ばれるぐらいすごい結果を残してらっしゃったので、もう全然納得、素晴らしい魚でしたね。さっきまで部門優勝とお伝えしてきたんですけれども、正しくは品種別最優秀賞のようですね。部門優勝でも意味は伝わると思うんですけれども、動画の中でですね、部門優勝って言ったりとか、あとは品種別最優秀賞って言ったりとか、ちょっとブレてるのはご勘弁いただきたいなというふうに思います。ちょっと修正ができない、間に合わないっていう関係があるのでごめんなさいっていう感じです。で、あとは品種別最優秀賞を取った魚たちをご紹介今してるんですけれども、ご覧いただいてるとですね、出てこない品種っていうのがいることに気づくと思うんですよね。で、その品種の魚はどうしたのかというとですね、総合の優勝側に選ばれたので、そっち側で展示されてるんですよね。なので、その魚たちの動画っていうのは前回公開している総合優勝の魚の回ですね、そちらで紹介させていただいてますので、ぜひそちらもですね、ご覧いただければというふうに思います。あとはこの動画をご覧くださっている多くの皆様っていうのは、おそらく何らかの金魚を飼育していらっしゃると思いますが、まあこの品種別最優秀賞の魚たちっていうのは、このイベントにおいて最も品種として優れているっていうふうに評価された魚たちの動画ですので、もう本当に見るだけでもとても参考になるというふうに思います。
やっぱり優れた親魚を手放す人って滅多にいませんので、なかなか市場に出ないと思いますし、まあ、タイミングが合わない限りですね、店頭で見る機会も少ないと思うんですよね。なくはないと思うんですけど、やっぱりタイミングがバチッと合わないとなかなか見ることはないと。なので、まあ、こういったトップの魚たちを頭に入れておくとですね、モチベーションにもつながってくると思いますし、まあ、ご自分が魚を育てる上でですね、まあ、指標ができますので、とってもいいんじゃないかなというふうに思います。今回ですね、まあ、私の感想みたいな感じなんですけれども、初めてお邪魔させていただいて、このイベントに参加させていただいて、すごく感じたのはめちゃめちゃでかいですね、出品されている魚たちが。で、サイズだけではないっていうのが拝見してて、それは感じます。でかきゃいいのかって言ったら、そんなことは全然ないっていうのは思うんですけど、やっぱりね、大きい方が有利になってるのは間違いないですね。それはアピールなのか、やっぱり迫力みたいなところはあるんでしょうね。大きくないといけないっていう品種もあるんじゃないかなというふうにはちょっと思いましたね。なので、それがいい悪いとか、っていう話じゃないんですけど、やっぱりサイズを大きく育てるっていうのは結構重要な指標なんだろうなと思いながらですね、拝見させてもらってました。あとやっぱり上身の審査なのでね、横身で飼育する魚たちも上身で評価されるっていうのが、やっぱり有利だったり不利だったりとかっていうのはあるなというふうにちょっと感じましたね。続いては搭載ということで、搭載はですね、やっぱり若々しさすごくありますよね。まあ、秋の状態ですから、春に採卵した小引きした魚たちがこの秋にどういうふうになってるといいのかっていうのが品種別に見れるっていうことで、すごく貴重な動画だと思いますし、まあ、いっぺんにね品種見れるのは素晴らしいなというふうに思います。で、ちょっと感想で言うと、今回イベントが実施されたのがですね、2023年の9月の17日だったんですよね。で、がっつり残暑でした。めちゃめちゃ暑かったです。で、午前中の9時か10時かちょっと覚えてないんですけど、そのぐらいに魚を搬入して、審査が開始されて、で、夕方までは、撤収や後片付けっていうのは NG になってるんですよね。で、会場はもう全く屋根がない状態の場所ですね。で、水温計をですね、持ってる方、私の知り合いでいたんですけれども、洗面器はですね、確か35度とか、言ってたと思います。確か34、35ぐらいは言ってたので、まあ、結構現場のですね、スタッフの方の中でも、ちょっとさすがにやばいんじゃないかっていうことで、金魚だけでも、もうしまってもらった方がいいんじゃないのって言った、声を上げて、上げられてた、方のご意見もありましたけれども、まあ、一旦今年は最後まで、洗面器の金魚ね、触れないっていう、元々のルールがあるので、それで行くっていうことで、予定通りの流れで進んでました。まあ、これ結構難しい問題だなと思っていて、まあ、確かに撤収 OK にしちゃうとですね、入賞しなかった人とかはもう帰っちゃうかもしれないなと思って、帰っちゃう人も結構出てくるんじゃないかと思うんですよね。で、あとは金魚の取り間違いっていうのかな、しまい間違い、自分の魚がいないとかですね、そういったことが発生した時に対応できなくなっちゃうと思うんですよ。もう先に帰っちゃう人とかが出てきちゃうと。で、最悪窃盗とかもあり得るので、その辺の問題があるなと思ったのと、あとは表彰とかが夕方にありますので、その時に協賛の賞とかですね、で、あとは議員さんが来て挨拶したりとかされてたので、まあ、その時に人がスカスカだとそれはちょっとよろしくないということも、いろいろなんか大人の事情もあるんだろうななんて思いながら聞いてたんで、これはまあしょうがないのかなというふうに思いますが、結果ですね、スタッフの方のお話聞いてると、来年の課題にしようなんていうことをおっしゃってたので、もしかしたら来年はルールが少し変わるかもしれないですね。
でもやっぱり本当に素晴らしいですよね。こんなにクオリティの高い魚をいっぺんにいろんな品種見れるっていうのは最高だなと思いますね。品種をいろいろ展示しているっていうイベントとかそういったところってあるにはあると思うんですよね。ただまあやっぱりクオリティが高い魚がいるかっていうとちょっと疑問な部分もあるので、やっぱこういったイベントっていうのは素晴らしいなというふうに改めて思いましたね。はい、ということで今回もですね、静岡県金魚品評大会の部門優勝の魚たちの動画をご紹介させていただきました。私のようなですね、関東アズマしか知らない人間にとってはですね、非常に魅力的な魚たちを再確認させていただいて本当にありがとうございました。皆さんのですね、何かの参考になれば、もしくはモチベーションにつながればいいなと思っております。今回はそんな感じで、ではでは。